最初にフォトブックバージョンを2つ開けていきたいと思います。すごいキラキラしてます。こっちから開けていきます。この辺で開けたらおー、封入がまずここにあるっぽいので一旦ね、出しておきます。で、後ろにこうやって CD が入ってカメラが映ってる。おお、ではでは、すごい、わー、いきなり星様、天使様です。本当に超顔がいい、美しすぎる。超かっこいい。どういうコンセプトなんだろう。めっちゃ綺麗。こっちはなんか鉄砲を持ってる。おお、あ、ウェンディーだ。ウェンディーは盾。星の、なんだろう、これは、マーク入ってて超いい。剣だな。剣本当にたまらんし、なんだろう、この髪型も最高だし、メイクも最高だし、もう本当に私は剣さんが大好き。写真が、ボヤーンってなってるのめっちゃいい。飛行機で強そうなお姫様たちって感じ。おお、何これ、すごい、この歌詞もうこんな風になってる。すごい凝ってる。おお、なんかクロスワードパズルみたい。すごい。では財布、トレカーがどうやって入ってるんだろう。見ていこうかな。これが絶対ポスターだね。うわー、これも絶対貼ります。はい、この冬はやっぱりレドベルのお部屋にします。で、これと、あ、トレカが、でも見えちゃう。これがステッカーですね。イカ爪のトラとチョウとチルキルって書いてる。おお、あ、エーリちゃんのポストカードです。姫カット、やっぱ流行ってるのかな今。かわいい花。じゃあどれかいきます。せーの、スルギだー。かわいいんですけど、見てください、スルギでーす。大好き、推し出ました、嬉しい。後ろも、あ、見て、スルギのかわいいクマちゃんサイン、嬉しいです。じゃあ次はもう一個のバージョンの方見ていきましょう。こっちがなんだっけ、シスターバージョンみたいなやつかな、忘れちゃった。ここにまた封入が入ってたのでまた置いといて、こっちもめっちゃコンセプト大好き。レドベルなら何でも好きなんだけどね。もうだって顔全部見えてなくても綺麗なのわかる。やばい、このスルギ様、スルギ様やばいね。これももう本当に大好き。うわー、すごいよ。虎の前にいるけど虎より強そう。待って、アイリー本当に最高。あ、ウェンディーお上品で可愛い。あ、ユリかわいい。このユリめっちゃかわいい。いいね。マンネって感じ。すごい。蝶々。ユリちゃんかわいいわ。うわー。すごい、なんか。お姉さんって感じ。めっちゃいいんですけど。めっちゃいいんですけど。めっちゃいいんですけど。あ、リボンかわいい。うん、こんな感じで。じゃあ開けていき
きますね。わあ、こっちはポスターあれなんだ。待って、アイリン様とウェンディ様、やばい、これは絶対飾らなきゃいけない。どこに飾ろう、お家の。やばすぎる。超いい超いい。で、スルギでした、嬉しい。で、これがステッカーで、ステッカーはさっきと同じのか。で、これか、せーの、ウェンディー、かわいい、ウィンクしてる。ドアップウェンディー、かわいい、サインもかわいい、ウェンディー、めっちゃ読みやすい、ウェンディー。え、なんか G めっちゃかわいくないです？さすが、かわいい人はね、みんな字もかわいいということで。わー、以上、フォトブックバージョンでございました。二つともすごく素敵でした。わーい。パッケージバージョンのアイリン分けていきたいと思います。今回アイリンがピンクだったので、それがかわいすぎて、アイリン指定で買いました。美しい。わー、裏もこんな感じ、すごいおしゃれ。本当に早く飾りたいです。開けていきます。おー、すごいすごい、箱がしっかりしてる。中身こんな感じ、すごいツヤツヤ。まずこれは、あ、小さい。シカゴまでおしゃれ。すごいです。さすが。今回の曲、何が一番好きですか？あ、これで、見て。もう、トラックがここにある。待って、これ、これを被ってるということは？待って待って。これかぶってんのめっちゃかわいい、ゆきんこ。あ、字までかわいい、アイリン様。待って、嬉しい、すごい嬉しい。めっちゃかわいい、いいですね。よいしょ。で、これはなんだろう、これはしおりみたいな感じ、ちょっと固めの厚紙です。これもものすごい綺麗、本当にかっこいい、綺麗、かっこいい。へぇ、素晴らしすぎる。サンって書いてる。赤いドレスが、肌が白いからすごく綺麗に生えてて、なんか剣みたいなのもお似合い、すごすぎる。わぁ、なんかお守りみたい、いいことありそう、持ってたらいいことがありそうなアイリン様のカードです。で、これが多分フォトブックかな。わぁ、すごい、こんな感じで今回のアルバムの世界観がどこにでも出てるけど、最初は本当に英雄って思った、英雄って思ったけど、すごいそれプラスレドベルっぽくて可愛いです。あー、ドキドキしてきた。すごい英雄だよね。見ていきます。ユリすごい。え、めちゃくちゃ綺麗なんだけど、みんな。うわー、アイリン様すごすぎる。すごいすごい、つよつよ、つよつよだわ。もう本当にサイコがめちゃくちゃ好きなので、こういうちょっと不穏なレドベル大好き。とんでもない、美しすぎる、すごい、もう本当に冬のレドベルが本当に大好き。もうどうしよう、恋です、恋。わあ、すごい。パッケージバージョンいいですね、いいですね。こんな感じで入ってました。じゃん、なんか高級感、そう、高級感がある。
たらら。次は SM ミニ、なんて読むのかわかんないんですけど、これもアイリンバージョンを買ったので開けます。本当に見て、美しすぎる。本当大好き。開けていきます。あ、裏も本当にすごい、細部まで。じゃじゃーん。いやー、かわいい。これ開けられるんだっけ。おお、開けると中にこうやって入ってます。で、じゃあこの中に誰かが入ってるので見ていきます。え、すごい。で、剣、超かっこいいんですけど。あ、いきますよ。せーの、ユリ、ユリ様、ユリちゃん、かわいい。黒髪パッツンだ。おー、ユリでした。次にポスターバージョンを開けていきたいと思います。アイリン様が届きました。あ、なんかこれデジパックみたいな感じかと思ったけど、これ自体がポスターになってる。え、すごい。あ、これ自体がポスターになってるんだ。すごいすごい。封入物いったここに置いて。あー、なるほど。え、すごい。これ自体が大きい1個のポスターってことなの。あ、こんな感じで。すごい。これは初めてのパターン。で、裏には、わー、歌詞カードが今回どの携帯も全部綺麗で、いいですね。あ、ポスターバージョンってそういうことね。でも、まあ、今考えれば逆にどういうことって話だわね。これが CD ね。これが CD です。で、この下にもそれかの何かを感じるわけよ。これは、あ、カードが入ってる。あ、これめっちゃ可愛い。全部可愛いけど。1枚目です。これから、せーの。アイリン様、超可愛いんですけど、嬉しい。もう後ろの字でなんとなく分かってたけどね。可愛い。イエス。あ、ステッカーはこうやって5つありました。最後にバックバージョンを開けていきたいと思います。すごい箱がかわいい。私はシルバーを頼みました。じゃじゃーん。かわいい。奇抜だけどかわいい。裏は、あ、裏はこんな感じ。中に入ってるの早速見ていきます。ストカード、ポストカード、カードがたくさん入ってます。おお、アイリン、すごいすごい。イエーイ、ジョイ、めっちゃ綺麗。めっちゃかわいい。ジョイコ、あ、スルビ、わあ、これは歌詞カードですね。2サイズの CD、 オルゴールのやつと同じサイズ感かな。わあ、すごい。 CD が2枚入ってるみたい。まずこっちの赤いのと、こっちの青いの入ってました。お、トレカがいっぱい入ってる。あ、トレカは全員分あるみたい。イエリー、ジョイ、ウェンディ、スルギで、アイリー。わー、豪華。ちゃんとバックバージョンには全員分入ってるの。一
上です。なんか中全体的にふわふわしてて、何が入るかな、意外とでも想像してたより入りそうで可愛いです。斜め掛けとかにしたら可愛い気がするので、いつか私服に取り入れてみたいと思います。今回はレドベルの新しいアルバムを開けて開封する動画でした。見てくれてありがとうございます。本当に可愛い、下も可愛いです。